ね。やっぱり速探機は買い替えた方がいいな。東に150もずれてるなんてありえないだろ。でどうじゃった、お宝の具合は。見立て通りだったのか、レックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに、損得勘定だけは早いんじゃな。うるさいな、じっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。うわっ、びっくりした。こいつの家だったのか。レックス、心配ないって。今日の昼飯決まり？はっ！どうだよ、じっちゃん。見渡す限りの城。天空にそびえ立つ世界樹を中心に広がる雲の海、それが俺たちの暮らす世界、アルストだ。この世界ができる遥かな昔、人は世界樹の上に住む創世の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷。人はそこを楽園と呼んでいた。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。あ、七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。オッケー。まただ。最近多いよね。うん、増えたな。人は誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そっか。なあ、じいちゃん、矢崎村もいつかはあんな風になるのかな。今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃろ。じっちゃんも
それがわしらアルスの定めじゃからな。抗ったところでせんかたない。人が住める場所どんどんなくなってる。じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。さあな、伝承ではそうなっとるが、わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あるのかな、楽園。アルストを作った神様が住むっていう。世界樹の上に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら、皆安泰じゃの。争いもせんで済む。あるといいな。そしたら村のみんなもこの世界を見て、神は何を思うんだろうか。よし、仕事に戻ろう。今日の成果は十分だな。じいちゃん、人を呼ぎ、アバリティア商会に向かってや。今から監禁か。わしゃもう寝る時間なんじゃがの。わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。まったく、アルス使いの荒いやつじゃ。救急はどうだい。悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ。荷上げは商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。おい、前金だってのに。また俺がどやされるじゃないか。わしゃ財布は持っとらん。だろうね。すごい、あんなに大きいのにアルス船じゃないぞ。そんだけ？無理言わないで。もこれでも上乗せしてあげてるもん。軍需物資なら割り増ししてあげるんだけども。休戦してたスペルビアとインビリアは今じゃ海戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらずんとか儲かるのに。もももったいな、ももったいな。もでどうするも。いいよ、それで200は今、残りはいつもので。わかったも。送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるも。うちのバカ息子にも見習ってほしいも。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。じゃあ頼んだよ。あいも、お任せも。
レックス。クーニンさん、久しぶり。相変わらず息がいいじゃなかった。威勢がいいもん。まあね。で、何の用？新しい仕事？まあそんなとこだもん。ところでレックス、お前確かリベラリタス島諸軍の矢崎村出身だったもん。ああ、そうだけど。それが何か？すぐに会長室へ行ってほしいま。え？なんで？バーン会長がお前のことをお呼びだも。会長が俺を？よく来てくれたも。アバリティア商会会長のバーンだも。ああ、はじめまして。プニンから随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも、それを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだも。会長自ら俺に仕事の依頼を？報酬は10万ゴールドだも。10万？聞いて驚いたも。ちなみにそれは手付金も。成功報酬はさらに10万プラスだも。合わせて20万。マジですか？やります。このレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前、依頼の内容は聞かなくていいも？ああ、そうだった。で、どんな仕事なんですか？本当に大丈夫かも？もちろん大丈夫です。まあいいも。話は直接聞けんも。入れるも。はい。ドライバー、それにブレード、すげえ、初めて見る。依頼内容はある物資の引き上げだ。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも。それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。へへへ、悪い気はしないな。子供のサルベージャー。シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ？なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよ。レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なこと、何卒ご容赦を。ビャッカ、あんたまた余計な口出しよせよ。ニア、まあ気持ちはわからんでもない。そして確かめるのもたやすい。いきなり何するんだ。なるほど。メツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。言わずとも思っていたろ。で、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツどこで覚えた？ちっちゃんに教わったんだよ。小さい頃から遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない。度胸もまあまあだ。ま、しっかり
っかり働いてくれ。なんともやかましい連中だも。手付金もこれで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行けも、そこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも。わかりました。というわけだからさ、行ってくれや。2、3日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ。じゃないわい。そんなわけのわからん仕事を引き受けおって、依頼主の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。おい待つんじゃ、レックス。レックス、渦潮を出すのか。会長も豪気だな。この程度の船で何感動してんのさ。本当に子供なんだから。子供とか大人とか関係ないだろ。この船の凄さが分かんないのかよ。世間知らずはめんどくさいって言ってんの。同い年くらいのくせに偉そうに。あ、そこのロープ、踏んづけてると出航の時に巻き込まれて足がちぎれるぞ。嘘だけど。あんたね、世間知らずはお互い様みたいじゃないか。出航するぞ、レックス。別に見送りもいないんだろ。夜から見張りだ。それまで中で休んでろ。了解。じゃあな。ふん。